どうも、スピーカーケンちゃんです。今回の動画はこちらとこちらの比較をさせていただきたいと思います。で、こちらのスピーカーの方なんですけれども、こちらの方が、約2年ぐらい前に 私の方が、設計制作した、スピーカーで KH19 というモデルになります。で、2年前に、オントモ2021年の付録ユニットとして、発売された、音響の OMOF101 っていう、ユニットなんですけれども、このユニットを使って、当時の私としてはちょっと大きめのスピーカーを作るということで、かなりこう力を入れて作ったスピーカーなんですけれども、こちらの方が、対象保温といいまして、空気質がこう空気質が保温になり、また、保温になって、開口から出てくるっていう対象保温っていう形式を私自身が独自で、研究していまして、その形式の、エンクロージャーになります。で、比較するのがこちらは、まあ、ごく最近作った、北日本音響の10センチフルレンジを2つ使った、フロア型の共鳴管で KK14 というモデルです。どちらも、私が、まあ、メインスピーカー級のつもりで、力を入れて作ったスピーカーなので、この2つを今回は、比較視聴してみたいと思います。こちらが、KH19 号の板取り図と設計図になります。サブロック合板1枚で、無駄なくブックシェルフサイズを2本、作る設計になっていまして、スピーカーケンちゃん独自の対象保温で、渾身の一作となっています。こちらが箱の内部の写真になります。それほど大きくはないんですが、板厚 12mm でも、かなりガチガチな感じの箱に仕上がっています。ユニットは、オントモ2021年の付録だった音響の OMOF101 です。音響はこの後、ホームオーディオから撤退してしまいましたので、最後の音響のスピーカーユニットとなりました。紙振動板の、強度を十分にとっても、分割振動を分散させる独自の、形状とか、駆動力もかなり大きなしっかりしたユニットになっています。少々特性は荒れますけれども、音の鮮度を重視して、空気室に入れていた吸音材を今回は取り去って、なしにしています。こちらが、KK14 号の板取り図と設計図になっています。こちらの方は北日本音響の10センチフルレンジユニットの F02710 を2発使う設計として設計したものですが、普通合板の厚み 9mm の非常に薄い、サイズとしては非常に薄い板を使って薄く軽くするのがコンセプトの共鳴管になっています。で、サブロック合板 1.5 枚で2本出来上がるフロア型の共鳴管となっています。こちらの写真は KK14 号の内部の写真になります。KK14 号は、当初3倍音のピークを抑えるための1,2吸音材を入れていましたけれども、思ったほど3倍音ピークが出なかったということと、5倍音7倍音の方がむしろ少し気になってきましたので、吸音材の位置を、ユニット取り付け位置の、まあ、後ろぐらいに、変更しています。今回の視聴のセッティングは、写真のご覧の通りです。スピーカーの中央あたりに、マイクが来るように、マイクだけを左右にずらしながら録音しています。マイクとスピーカーの距離は約 1.5 メートルに調整しています。アンプの方は、ヤマハの AX390 を使っています。
こちらの方は CD ダイレクトモードで使って、トーンコントロールとか、あとその他のエフェクト、イコライザーあたりは何も使っていない状態で空気録音をしていきます。こちらがご説明したセッティングで、サインスイープを使って測定した周波数特性になります。音響の OMOF101 の対象保温 KH19 号の方は、低音が 30Hz ぐらいで十分に中高音と同レベルまで立ち上がって、高音の方もユニットの性能がいいので、よく伸びています。で、開口部とユニットとの干渉も、あるようで、100Hz から 1kHz の間にはちょっと暴れが目立っています。対しまして、北日本音響 F02710 の、共鳴管 KK14 号の方は、こちらも、10cm ユニットとしては非常に低い 40Hz ぐらいで十分に低音は、中高音と同レベルに立ち上がっていますが、50Hz から 100Hz の間ぐらいはちょっとたるみが出ています。であとは、若干中低音バランスですが、特性は悪くないと思います。で、高音の方は 10kHz あたり以降は、より高いところは急降下の特性です。それでは、音楽の空気録音を比較視聴していきたいと思いますが、今回はまず最初に、原音のデータを貼り付けたものを、先にお聞きいただいてから、空気録音の、音響の KH19、それから北日本音響の KK14 の順番で再生していきたいと思います。音量が大きくなったり小さくなったりしないように、原音の音量は空気録音の水準に合わせたものを貼り付けています。で、サンプル楽曲は、女性歌唱曲、クラシック、洋楽ポップの順で、再生していきたいと思います。それではどうぞお聴きください。Oh
ご視聴お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。原音が一番良かったっていう方がほとんどというかもう皆さんそうだと思います。原音っていうのは写真とか映像とかで考えますと、写真をまた写真で撮って、カメラで写真を撮って、見ているのが空気録音みたいなものなんで、テレビで言いましたら、テレビを、ビデオカメラで、撮影したものをもう一度見るのが空気録音みたいなものなんで、原音を聞くっていうのとスピーカーを比較するっていうのではちょっと元から出発点が違うんですけれども、一次録音と二次録音みたいな感じで違うので、純粋な比較にはならないわけなんですけれども、
まあ、あえて、原音がこういう音のものが、この部屋でいろんな、響きとか、あと、まあ、録音のデバイスノイズとか、まあ、そういったものが入って、空気録音が出来上がって、まあ、それがどんな風に聞こえているのかということも一度、お伝えしたいなっていう思いもありまして、またリクエストもありましたんで、今回は、原音と、スピーカーの空気録音の比較も入れてみました。で、原音はさておき、こちらのスピーカーとこちらのスピーカーの音の違いっていうのもかなりこう明確に、空気録音で出ていたと思うんですけれども、対象保温の方は若干のその、特性の暴れが影響しているのかどうか、おそらくそうなんでしょうが、ちょっとこう特に女性の声の、音楽なんかはだいぶこう色がついた感じというか、原音ともちょっと違った感じには聞こえたかもしれません。で、そうですね、ただスピーカーを通して聞いていると、実際には色がついていても、それっていうのはその世界観で慣れてしまって、で、それはそれで別に音楽を聴くことについてそれほどの支障は私自身感じないんですけれども、そういうちょっとしたその音色の癖っていうのはこちらはあると思います。ただこのサイズで、30Hz か、それ以下ぐらいのところから十分にその十分な音圧で再生できているっていうのは、それはそれでこのスピーカーの一つの大きなメリットなんではないかなとは思います。洋楽ポップ曲はあえて、30Hz ぐらいまで思いっきり入ったような、音楽の音源を選んで今回視聴に使っているんですけれども、こちらと聞き比べましてもこちらも非常に低音はよく出ているはずなんですけれども、やっぱりこう原音で 30Hz 台が入ったような部分ではこちらの方が、はっきりと力強くその音域が、再生できていたということが、音楽のその周波数分布の動きを見ていたら、それでも分かっていただけたんではないかなと思います。で、ということで、こちらの方は非常にワイドレンジで、特にその低い周波数帯域が入った音楽をかければ、かなりこうメリットのあるスピーカーかなとは思っています。で、こちらの方は、やっぱり、人の声とか、あと音離れの良さとか、単純にその周波数帯域はこちらの方が狭いんですけれども、実際に聞いた感じでも、なんていうんですかね、こうスケール感みたいなものは、こちらの方があるんで、そのあたりは単純にその周波数がワイドに再生できるからといってスケールが大きくなるっていうものでもないっていうことはちょっと私も思います。ということで、こちらのスピーカーの比較が、皆さんにとってどう聞こえられたかもそれぞれ皆さんのご感想次第なんで、それはもう個人的なことだと思います。良くも悪くもまたこういったこともご参考にしていただければ幸いです。今日は以上になります。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。